うーファンファン。どうもサティーズのゆうなです。サティーズのレイナです。どうもチームサティーズのビッコです。チームサティーズのタケスです。イエーイ、さあ今回ついについについにこの王道クトゥルフシナリオやってまいりたいと思います。イエーイ、ついにですね。はい、温めすぎてここまで来てしまいました。本当に。なんか、私と、まあ、ビッコはなんですけど、だいたいこう、クトゥルフ歴が5、6年目、うん、になるんですけど、まあ、レナちゃんとタケスはもうちょっと浅いんですけどね、まあ、まさかの5、6年経ってからこのシナリオをやるっていうね。熱々だ、温めすぎたんだ。そう、じゃあ熱々スープ、熱々スープをお届け。そうですね、ちょっとうちのシナリオは毒より熱さが目立つという感じのスープやっていきましょう。はい、というわけでですね、今回ドロシン氏様作の、クトゥルフ神話 TRPG 毒入りスープをやっていきたいと思います。イエイ、わーい、はい、じゃあ簡単にキャラクターの紹介をしてから本編に移っていきたいと思います。はい、デックス順でいいかな。はい、というわけで、じゃあ夏野さんからキャラクター紹介お願いします。はい、夏野アンジェラひまわりです。ですね、イギリス生まれなんですが育ちは東京、探偵の小説に憧れて最近やっとの思いで小説じゃないわ、探偵の助手になりました足が速く陸上の短距離インターハイも行っているほど、はい、足には自信がございます。まあ、何事も形から入るタイプなんで探偵の小説の登場人物と同じ服装をしています。もう見た目はバッチリ探偵ですね。口癖は真実はきっと一つということで、最近のお仕事は近所の猫探しで猫に餌をやるのが趣味となっております。はい、ありがとうございます。危なかったね、はい、危うく小説の助手にしたら誰るんだろうって言いながらった師匠誰はい危ね、はいはい、ね、ではじゃあ次カミーユさんお願いします。はい、カミーユ登山ぬよ。フランスから来たわ。いろいろあって登山家をやっているけれど、私あの山を登ったのよね。わかるでしょ。今回は私に期待してちょうだいっていう感じでやっていきたいと思います。はい、ありがとうございます。いいですね、雰囲気がありすぎて笑ってしまった。癖が強い。今のうちから作っていかないとキャラが崩壊しそうで。そう、大事大事、ね。お願いします。はいはい。では最後に神崎さんお願いします。はい。神崎明おじちゃんです。昔は医者を目指していた、今は古書店の店長をしています。勉強することが好きで、将来、まあ医者のね、有望視もされていたんですけれども、自分が本当に好きなことは様々な知識を得ることっていうことに気づきまして、おじさんが営んでいた古書店を継ぐことにします。まあひょろ長い感じの熊が目立つおじさんです。よろしくお願いします。はい、おじちゃんよろしくお願いします。お願いします。おじちゃん、おじちゃんですよし、じゃあキャラクター紹介終わったので本編に行きたいと思います。質問等はないかな。大丈夫だと大丈夫思いたいです。はい、じゃあやってまいりましょう。そう、クトゥルフ神話 TRPG 毒入りスープ始まり始まりです。ですね、あなたたちは何でもない平凡な日々を送っています。嘘ですねこれ嘘ですね。さまざまな事件に巻き込まれたり山登ったりしてますね。そうね、そうです、はい。今日はいつも通り仕事や学校を終え家に帰宅し、自室でそれぞれの時間を過ごしています。皆さん寝るまでの間の時間どのように過ごしてますかね。お顔のパックしてます。はい。もう猫探しした後の猫の写真眺めてます。はいはいはい、はい、もうおじさん本読んでますかね。えーと
じゃあそんな感じにそれぞれの、時間を過ごしてですね、布団の中に入って寝ることになります。おやすみなさい。すっぴん。さてどうしようかな、誰か一人起きてもらおうかな。じゃあデックス早いから夏野さんにしましょう。それぞれの部屋で寝ていたはずですが、突然目を覚まします。目を覚ますと天井からぶらりぶらりと豆電球、裸電球かなが、ぶら下がっているのが目に入ることでしょう。天井の薄暗いその光だけが照らしている部屋は、壁も床もコンクリートでできた四方に扉のある正方形の形をしている部屋です。さあ今日も探偵の仕事。え？何ですかここ？これは事件の匂いがしますね。あれ？ですね、そうですね、隣の方にピンク色の髪の男の人とおじちゃんが寝てますね。誰ですか？これは、なんかすごい癖の強そうなピンク色の服とおじいちゃん？あ、ピンク、はい。じゃあ揺らして起こしてみます。はい。おじいちゃんは顔ペチペチします。あ、起きてください。なんか変なんです。誰かわかんないですけど、起きてください。まだよ、まだ起きる時間じゃないのよ。いやもういや、この状況で寝てる場合じゃないですって。今日は休みだよ。いや休みどころじゃないんですって。ペチ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 。だ、うるさい嬢ちゃんだな。いや見てください、この状況。騒がしいわね。うお、頭がキンキンするわ。うお、あんたなんだ。何よあなたこそ。ここどこ？二人は知り合いじゃないんですか？知らないわよこんな人。知り合いも何も。あんたら、あれ？うちじゃねえな。ここはどこだ？何なのかしら。私もさっき目が覚めたところで、どこかわかんないんですよね。ですね、夏のさ、さっきピンク色の服とかって言ってたんですけど、はい。ピンク髪の人も、おじちゃんも、はい、白いローブのようなボロ綺麗の服を着ています。みんな、白いボロ綺麗、はい。なるほど。あなたもです。ピンク色の髪。まだ何この服。何ですか？可愛くないわ。あんな可愛い服で寝たはずなのに、何ですかこの可愛らしくない格好。な、俺はあんま買んねえな。あなたいつもそんな服着てるの？まあ、だいたい着物だからな。なるほど。なるほどね。それよりここなんだ。これは事件の匂いがしますね。誘拐されたのかしら。誘拐？まあでも寝てからの記憶はないですね。まあ、寝てるからな。あ、そうね。うん。普通に寝て家にいたはずなのに。あ、とりあえず出るぞこんなとこ。そうね、調べられるところは調べてみましょう。そうですね。じゃあ、おいちゃんは扉を調べたいんですけど、扉のようなものはありますでしょうか？はい、じゃあちょっと部屋の描写などをしてきますね。はい。真ん中には古い木製の長机と椅子が一つあります。さらに机の上には木製の器に入った赤い、無臭のスープが一つ。
そして椅子の上には古い紙切れが2つ落ちています。で、四方、ね、その画面通りなんですけど、すべて四方の壁に扉が一つずつついている状態です。なるほど。白い紙切れが二つ？二つあります。それは机の上？椅子の上？なんかこれは机の上になってるけど、シナリオ的には椅子の上って書いてあるね。なるほど。うん。二つの白い紙。で、ドアが4つと。はい、そうです。明るさはどれぐらいですか？めっちゃ明るくはないです。なんかその、まあ、電球、ぶら下がってる電球だけしか明かりがないので、薄暗い感じですけど、まあ、ちゃんと周りは見ることができるぐらいは明るいです。はい。部屋はそんなに広くない感じですか？そうですね。うん。外に出ようかと思ったけど、お嬢ちゃんたちここ扉が4つあるぜ。そうですね。それよりもこのテーブル気になるわね。これはスープですか？みたいね。見てたらお腹が空いてきた。なあ、こんなとこにあるスープ飲まない方がいいよ、お嬢ちゃん。こういう誰が作ったかわからないもの。ジルジル。あ、なんか紙があるね。ん？何？見ます。はい、じゃあ一つ目の紙からいきましょう。一応これと情報の欄にも出すので読みやすい方で読んでください。はい。ですね、古い紙切れには、帰りたいなら1時間以内に毒入りスープを飲め。飲むまでは君じゃあここから出られない。1時間以内に飲めなかったらお迎えが来るぞ、というふうに書いてありました。毒入りスープなのね、これ。早く飲むところでした。危なかったわね。うん、1時間？今ってどれぐらい時間が経ったのかしら。確かに目覚めてから1時間なんですかね。それだったらありがたいけれども、どうしよう、結構寝てたらあと30分しかないとかだったら、帰れないってことなのかしら。とりあえずもう一つの紙を見てみようか。はい、ではもう一つの紙です。固定して貼っておくので、これが画面に入るようにちょっと位置調整とかしといてくださいね。はい。もう一つの紙にはこの部屋の地図を思わせるものが記されています。今いる真ん中のところがどうやらスープの部屋で、便宜上上を北とします。北の部屋は調理室、南の部屋は礼拝室、西の部屋は書物庫、東の部屋は下僕の部屋と記されているようです。地図だね。なるほど。これって扉は開くのかしら。確かに。そういえば私あなたたちの名前を聞いてなかったんだけれどもおそういえばそうだね、忘れてました。そこのチンチクリンな子はなんて言うの？チンチクリン、チンチクリンってひどくないですか？可愛いってことよ。あ、それなら許します。私の名前は夏のアンジェラひまわりです。ひまわりって呼んでください。わりちゃんね。わりわりちゃん、初めて言う。まあいいでしょう。おじさんはなんて言うの？おじさんはね、神崎明って言うんだ。なるほど。普段は古書店で店長やってるよ。今度遊びに行ってもいいですか？どこどこ、ここそこ、どこ店だから。なるほど。じゃあ、おっちゃんで。そうね、おじさんで行きますわ。まあ、なんでもいいよ。で、あんたは？私はカミーユよ。カミーユトザンヌっていうの。
よろしくね。カミーユさんは日本人じゃないんですか？そうね、私はフランスから来たのよ。オフランスよ、オフランス。オフランス。おお。そうよ。なるほど。最近この辺に来てるから、あまりわかんないんだけどね。そうなんですね。でも日本語上手ですね。ああ、そこでちょっとアイディア。アイディア皆さん振りましょう。はい。アイディア。お。成功。はい。成功。はい。私、これ振れてない、まだ。まだ出てないかな。出た。ですね、全員気づきました。あなたたち、どうやら日本人やら、そのフランス人やら、多国籍の人たちが集まっているんですけど、なぜか、お互い共通の言語で喋っているかのように感じます。なるほど。そういえば私、あまり日本語上手って言われたことはない気がするんですけれども。でもペラペラ喋ってますけど。うん、わかるね。わかります。私割とこれでも片言な方よ。なんかあえて片言になったみたいな雰囲気あったけどね。私のことは探らないでちょうだい。なるほど。なるほど。まあ、じゃあここじゃあ言葉はあんまり、とても便利ね。言語が、そうですね。言語はあんまり気にしなくていいみたいですね。大丈夫かいね、お嬢ちゃんたち。大丈夫でしょう。まあでもそれよりもこの地図がちょっと気になるね。おや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 、ちょっと今のなまりで中国人地区だよ。私のことは気にしないでいいのよ。それですね。そういえば、おじさんは本を扱ってるって言ってたじゃない。まあ、そうだね。この書物庫とか先に見てみたらどうかしら。確かに情報が落ちてるかもです。そうなんだよ。気になるんだけどさ、これ、東西南北どうやって把握したらいいのかな。片っ端から開ければいいのよ。そうしましょう。おお。ずいぶん勇ましい嬢ちゃんだね。1時間しかないのよ。そう。じゃあ書物庫を開けた人はちょっと声をかけてくれ。わかりました。はい、じゃあこの近くの扉を。じゃあ全員近くの扉を開けて。はい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 。じゃあ、ね、デックス順に処理しますので、夏野さんのその右のドアから行きますね。